きなりですが、中国のお茶って美味しいですよね。美味しい中国茶が国内で大ブームになったイギリス。清からどんどんお茶を買うことになったが、逆にイギリスから清に売るものがなく、値段も一方的に釣り上げられる状況に。そこでひらめいたのが、インドで栽培していた麻薬アヘンを清に売ること。アヘンの恐ろしい中毒性で、清の官僚から民間まであっという間に薬漬けに。今回はイギリスが輸出したアヘンをきっかけとした、アヘン戦争について歴史オタクとともに学んでいこう。アヘン戦争知って悲しくなった。最強だった中国産が完膚なきまでにボコられてる。教科書の知識しか知らんわ。ええにゃで。アヘン戦争詳しく知らんから簡単に説明してや。産業革命でめっちゃ金かかる。貿易を独占してた東インド会社がアヘン作りまくって貿易相手の清に密輸し儲けまくる。民間の貿易会社から俺らにもやらせろと猛抗議される。貿易独占が廃止されアヘンばっかりが輸出される。清、アヘンだらけになる。戦争へ。イギリスが貸すなんはそらそうなんやけど、清側も大陸の反対側から出張ってきたような軍に負けるなよと。情けなさすぎやろ。いや、参加したのはインドの部隊がメインやし、さすがに地球半周して大部隊を送るのは無理。アヘン戦争は世界史の打つパート。一方的にボコられていいようにされる中国。アヘン戦争、アロー戦争、太平天国、日清戦争、義和団事件、悲しいな。アロー戦争、太平天国の乱とかいう中国史の中でも特にひどい暗黒期、ほんま悲しい。今まで外国には最強やった中国さんがボッコボコやから悲しい。アヘン戦争ってなんで他のところで同じことやらんかったんや。イギリスは中国の茶を求めてアヘン戦争を起こしたんや。他の地域では茶がないんやで。中国からお茶買うやで。しん、お金払ってや。銀で払うで。あかん、お茶の飲みすぎで銀がなくなってしもうた。銀を取り返すやで。せや、清国人を役付けにするやで。アヘンを清国内に流しまくるで。これ、紅茶漬けの仕返しにアヘン漬けにする畜生。農民層はまだしも役人階級の奴らが役仲になるってよっぽどやな。役人階級の方が金持ってるから手に入りやすいんかもしれないけど。数分でわかるアヘン戦争。くそ、清に輸出するものがない。せや、アヘンを栽培。せや栽培してくれ。ほら、アヘンや。いや、もうやめてくれ。は？いややし。ぬわー。役人も一般人もアヘン中毒になってもうた。やったで、金を取り戻したで。これからもアヘン売りまくって真の金を根こそぎ取るで。アヘンを取り締まります。は？何してくれとんねん。誰の許可得とるんや。戦争や。戦艦から大砲撃つやで。真の大砲は何や、骨董品か。くさ、これからもアヘンを買えよ。かん。続き、イギリス帰った。さっきの条約はポイで、これは教育やろうな。今度は新側も奮戦けど負ける。眠れる獅子を自分たちで信じた中国もアホよな。臨足所、ワイは頑張った。偶然で林聖天とまで呼ばれた。そうに生まれてたらもっと評価高かったはず。天津条約どうにかしてください。無視したろ。なら徹底抗戦やで。ボコったろ。はい、北京条約ね。悲しい。続き、神聖な中華帝国で外国人どもが好き勝手して嫌がる。お仕置きや、不審滅用や、義和団の乱。反乱やえ？標的は外国人。なら、ホッテイやワイラも立ち上がるや。八カ国連合、これは教育やろうな。新またしても意気消沈。すまんかった、義和団というカスにそそのかされて。持ち義和団は国賊です。懲らしめてください。義和団滅亡。八カ国連合、惚れ請求書や、しっかり払えよ。イギリスクズすぎない？アメリカ独立も確かイギリスクズやったやろ。アメリカに住んだる奴に勝手に課税するんを。辺境に住んでる田舎者は金払え。は？独立するわ。は？ええわけないやろ。戦争や。アメリカ独立戦争。アヘン戦争とアロー戦争はイギリスに非があるという論。一理ある？ない？逆理だぞ。アロー戦争の方イギリス死ねって思うわ。アロー戦争とは、清とイギリス・フランス連合軍との間で起こった戦争である。アヘン戦争の講和条約である南京条約で広州や上海などの五港を開港したものの、イギリスの期待に反し製品の輸出が増えることがなく、フランスと共に清と衝突した。アロー戦争もひどい。アヘン公認、内地の解放はやりすぎ。じゃあそれまでの中国側の外交儀礼や条約無視はええんか？イギリス議会でもアヘン戦争はさすがにひどいんちゃうかって議論になったから政府。なお改善はした模様。疾病を議論するまでもなく決定した国の言うことかな？
確か給料差だったんだよね。それは予算案の決議やろ。せやっけ。新への出兵に関する予算案の決議の料差やったはず。出兵は決まっとって、あとは予算内容の決議の問題で、両親の呵責もクソもないで。わい、チェック。これはイギリス悪くないやんってなる国際的な出来事ってあんの？ EU 脱退。ひどいのは開港させたのに物買わないからってまたイチャモンつけて戦争始めたとこ。そうそう、アロー戦争はイチャモンの域。戦争になった経緯からしてな。フランス、スペイン、ロシアもひどいんやけど、イギリスの場合微妙にうまく立ち回ってるのがせこい。なお日本の軍艦はイギリス様から授けていただいた技術の模様。確かにせやな。大英博物館の展示品とか。盗品だらけらしいな。返せ返せと言われとるらしい。当たり前定期。イギリスが悪なんか？戦争はどこもやってるからイギリスだけが悪いとは言えないけど、ワイはやり方が嫌い。てかあの辺から中国おかしくなったやろ。乾隆帝の頃まではレジェンドやった。アヘン戦争からもうあれよ。乾隆帝は、秦の第六代皇帝。他国の10の地域に攻め入り10回とも勝利。この10回の遠征を従前武功と誇り、自身を従前老人と呼んだ。しかし前世紀の大英帝国ってほんとやばかったよな、いろんな意味で。でもイギリスにはジェントルマンがいるから。ただの地主定期。ジェントルマンとは、地主貴族を核とするイギリスの支配階級のこと。三角貿易で黒人たちをあの土地から救い出し、しまいに文明、文化、経済を教えてやったんや。いやイギリスってなんて素晴らしい国なんやろ。文明、天然痘付きの毛布。文明、所有権の概念。文明、貨幣制度。ほんまクソ。イギリスさんって歴史的に見て全世界的じゃないとおかしいやろ。なんでいつも正義ずらしとんねん。無事アメリカに転嫁した模様。そして東の島国に負けるしん。軍備や国力が足りない国が負けるのはしゃあないねん。日米戦争みたいに日清、日中は中国は十分やったからね。西洋なんて産業革命を先駆けてやれたおかげで瞬間最大風速的に強くなっただけで自力では中国には及ばんやろ。時期に再び追い越すから平気平気。アヘン戦争って戦力の差激しかったんか？中国の船は原動力風やけど、イギリスは蒸気船やったからね。中国側の方が人数は圧倒的に上。当時の中国の人口は4億、イギリス側は4000。だけど柿の差で33、4くらいあって精鋭団と千家隣陣以外ボッコボコよ。千家隣陣だけが癒し。千家隣陣は真の軍人でモンゴル人。千家とはチベット語ですし、隣陣とはチベット語で宝を意味する。中国の教科書だと、中国軍が連戦連勝なのにイギリス軍が北京に迫ってきた。って書かれててくさ。イギリスがやった奴隷貿易っていうほどマイナスか？あとイスラエル？パレスチナ関連。奴隷側にも非あるしなぶっちゃけ。せやね。同じ黒人を奴隷として売り飛ばす黒人部族さんサイドにも問題がある。黒人をはじめとした新大陸の人々に文明を教えた。やええ神。まあマレーシアやシンガポールじゃ日本統治時代は地獄、栄養だった頃の方がマシって教えてるみたいやし。どう考えたって事実やろ。アヘン戦争負けたんも、国土がでかすぎて徴税できてなかったせいなんや。実際、不平等条約のもと欧米が徴税システム構築して眠れるし言われるくらい復活したいう話や。今もアメリカでのドル決済のせいで、経済管理を他国に一部依存してるからまともなんや。戦争状態になったら、沿岸部のドル資産持ってるのはアメリカに逃げるか、15億の人口養う物流が止まるから、また一気起こるで。いかがだっただろうか。アヘン戦争が悲しすぎると思った人はぜひコメント欄で教えてね。今後も2チャンネルの面白い歴史の話題を紹介していくので、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録して待っててね。最後までご視聴ありがとうございました。